準備はできているな。このリンネガンでは奴らの元へ送れる人数は限られている。今この任界で我ら以上の忍びはいまい。ボルト、これを渡しておく。これって…バルト、母ちゃん、バルト…父ちゃんは絶対連れて帰る、約束だってばさ。サラダ、ミツキ、みんなを頼むぜ。ボルト、お父さんもよろしくね。しぶとい、この程度しか引き抜けんとは。悪いな、そう簡単にはいかねえんだよ、俺ら忍者ってのはな。サスケ、お前まで、なんで？いろいろあってな、ま、忍者になったってことさ。まるで自分の影分身を見てるみてえだ。俺、ちったかっこよく見えっかな。前よりはな。少しは前の俺を見ててくれたんだ。今まで、すまなかった。これからは、今まで通りでいいってばさ。え？ただ、たまに会った時は、説教じゃなくて、父ちゃんの昔の頃のことを教えてくれよ。あ。下等生物。戦闘開始。奴の能力はかなりのもの。わずかな隙も見せるな。了解だ。所詮貴様らは可能。雑魚は雑魚らしくさっさと消えろ。いけるぞ。かなりの強い。だが、つけ入る隙がないわけではない。そこをつけば我らの勝利は近い。止まったね。押されている。これはどういうことだ。ガラ、分かっているな。いけるぞ。そのチャンスは逃さん。甘いな。行くぞ。焼き尽くす。お前の攻撃は見切った。あとは追い詰めるのみ。勝負あり。このまま奴を追い詰めるぞ。
生物に我が己意識だ。モモシキ様、さあモモシキ様、私のチャクラも食らう時が来たようです。我が親役がかつて私に力を委ねたようにためらわれる。当然だ。届かぬ神の力だ。神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。ああ、攻めることだけを考えろ。かぐやに勝ったことで我にも勝てると思っているのではない。かぐやが我を恐れていた小さき者に過ぎる。我こそが強者。我の上に立つ者は誰もいない。脳ガキはそれだけか。それほど言うのならば行動で示してもらおう。俺たちから見ればお前はかぐや以下の小さき者だ。
様らの哀れな攻撃でこの岩は壊せぬぞ。燃えてくるってばよ。何？俺らは分かってっからな。超えられない壁なんてねえってよ。俺とサスケ二人ならなおさらだ。てめえの岩なんざぶっ壊してやる。信じろ。お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。
ただ普通の螺旋岩じゃない。いきなり性質変化の加わった消える螺旋岩だ。だから何だというのだ。先ほどの幼稚な仕掛けはもう分かった。もはや我には通じぬ。しかし最後の望みをその小僧に任せるとは。忍びとはかくも愚かなものか。見よ小僧の腕を。震えているではないか。そんな腕で我と対峙するというか。はあ、そりゃこんな戦い初めてだし、正直怖え。体も震えちまうってばさ。けど父ちゃんたちはそんな経験をいっぱい積んで、そんですっげえ強え忍びになった。だったら次は俺の番だろ。俺は忍びだ。この葉隠れの渦巻きボルトだ。忍びであることを俺は曲げねえ。ザティゲ、我に向けて抗弁たれるなど千年早いわ。忍びでも男でもねえ。我の前に立つな。いけるな。ボルト。
気がしねえ。いけ。今度の勝負は俺の勝ちだな。ん？忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもな。ボルト、そうだよな。俺は四代目の時とは違う。今ここにいるほかげだ。だからこそお前の成長を見守っていける。これからもずっとな。かくして新たに出現した脅威に対し危機を迎えた忍界ですが、七代目火影や各里の影、そして七代目のご子息渦巻ボルトさんの活躍により無事事態は解決に向かいました。さて今回の騒動では大きな被害を受けましたが、同時に新しい発見もありました。それは忍界に育つ新しい力です。ボルト、ちゃんと忍具は持ったの？やべ、忘れてた。今の忍界では先ほどご紹介したつーか父ちゃん、父ちゃんも忘れ物。おう、サンキューボルト。お父ちゃんもお兄ちゃんも忘れん坊さんだね。ほんとだね。初代から続くこの歴史ある。じゃあ行ってくるってばさ。行ってきます。行ってらっしゃい。そう、これからも私たちは若き力とともに、これから任務か。一歩一歩歩んでいくんです。父ちゃんも仕事頑張れよ。おう。次はお前たちの番だ。頑張れよ。Thank you.
ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。かつて忍界を紡いだ男のその奇跡に続く少年の道。時に交錯し反発し、それでもなお前へ進む。かくして小さき忍びの道は未だ結びにたどり着かず、いつしか名をつける時、その時にまた少年の旅路を振り返ることとしよう。故にこの物語に名前はない。今はまだ名もなき忍びの物語。